おはようございます。長澤淳です。白い雲の間から綺麗な青空が見えました。そしてこっちを見ると、ほら、あの幕張のビル群ですがね、その後ろに富士山が見えます。気持ちいいね。きっといいことあるかな。じゃあ今日も一日楽しく行きましょう。